映画、劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命、7月27日公開、の公開初日舞台挨拶が27日に都内で行われ、山下智久、新垣結衣、比嘉愛未、浅利陽介、有岡大貴、平成ジャンプ、成田凌、荒木優子、馬場ふみか、安藤正信、西浦正樹監督が登場した。比嘉愛未同作は2008年7月期に CX 系列で放送されて以来大ヒットし続けているシリーズで、2017年に放送された 3RD シーズンも同クール連続ドラマ内で平均視聴率、最高視聴率ともに第1位となった。ドクターヘリをテーマに医療の現場で活躍する相沢、山下、ら若者たち、新垣結衣、戸田恵梨香、比嘉愛未、浅利陽介、の姿を描く。ブルーの衣装で登場した比嘉。透け感のあるスカートからは、作中でも、モデル並み、と称されるスラリとした美脚がはっきりとわかり、観客を魅了した。今日が初日なんですね。なかなか実感湧かないねという話をしていたんですが、作品が飛び立って皆さんの元に行くと思うと、ちょっと切ない思いがあります、と心境を吐露した。また、出演キャスト陣に対して、みんな、大好きだ、とメッセージを送った日が、エンドロール、すっごい素敵でしたよね、と客席に語りかけ、愛おしさが溢れました。シンプルに、こんなにも好きだと思える人たちに出会えて、10年続けてこれて。去年新しく加わったメンバーの人たちとも本当に何の違和感もなく一緒に最高な作品を作れて、改めて出会えて感謝。だなぁ、ありがとうという気持ちを込めて大好きだなと思いました、と、コードブルー、愛を熱く語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。